癒し効果抜群のハグ大家族の愛されにゃんこ、ミロ、くんが可愛すぎ。大家族の濃厚は2525三択。A ポストシェアドバイの子はキャット、アットの子は2525、オンオッグ14、2017アット午後6時20分 PDT。こちらのにゃんこ左から、ソナちゃん、シャムミックス、ココくん、キジトラ、ノアくん、ハチワレ、です。これだけでもう飼い主さんが羨ましい状況ですが、さらにテリアミックスのケイくんもお住まいというのこうは2525三択。そして、このお家で忘れちゃいけない愛されキャラがもう一匹いるんです。ミロくんが家族に愛される理由、癒し神で。A ポストシェアドバイの子はキャット、アットの子は2525、オンオッグ7、2017アット午前4時21分 PDT。 ノアくんをペロペロしているのがこの家のアイドル、ミロくん。されるがままのノア君。ミロくんは見た目の可愛さだけではなく、毛づくろいでも他の家族を癒してくれます。すごく尽くしちゃうタイプ。A ポストシェアドバイの子はキャット、アットの子は2525、オンジュン14、2017アット午後5時10分 PDT。 こちらは先ほどご紹介したケイくんとミロくんのコンビ。ケイ君、最初は動揺してカメラの方を見ていますが、最後にはうとうと。見てたらわかりますが、ミロくん、結構本気の毛づくろいですよね。サービス精神たっぷりで存分、甘いかみて。A ポストシェアドバイの子はキャット、アットの子は2525、オンセップ4、2017アット午前3時42分 PDT。 子猫だった頃のミロくんとソナちゃんです。特にこの2匹、仲良しでラブラブな姿がよくインスタグラムにアップされています。それにしても、ソナちゃん羨ましすぎるぞ。お家に来て1年。A ポストシェアドバイの子はキャット、アットの子は2525、オンオクト6。2017アット午前4時55分 PDT。 最近、の子は2525三択に来て1年になったのだとか。当初から家族やフォロワーさんの心をわしづかみにしてくれていたミロくん。これからどんな成長をしていってくれるのか楽しみですよね。音符。ミロくんの成長記録はこちらのインスタグラムから。A
ポストシェアドバイのコーアキャット、アットのコーア2525オンノブ28、2016アット午後5時9分 PST。愛嬌たっぷりのミロくん、これからも可愛い姿でフォロワーさんたちを癒してくれることでしょう。仲良し家族をもっと見たい方はこちらから音符。